さあ久しぶりのお散歩です。今日はねめちゃめちゃ綺麗に晴れました。昨日はねさすがに大雨でしたが、ただ海の方は昨日の大雨の影響でね結構汚れてますね。ちょっとそばにね寄ってみたいと思います。よいしょ。風が結構強いので風切り音でジジさんの声がね聞こえにくいかもしれません。はい、結構もう海沿いには分かりますかね、結構ゴミがね浮いてます。はい、結構汚れてます。いや大変なことになってますね。はい、ずっとねこのなんだろうな、これ藁なのか何なのか分かりませんが、ずっとね海岸沿い続いています。はい、これ綺麗になることあるんでしょうか。はい、まあそんなねちょっといつもと違う感じの海の様子なんですが、相変わらずね、レジャーの方で楽しんでる方はおられます。はい、ということで、今回もねお散歩行ってみましょう。さあここからは公園に入っていきますので、ちょっとねマスクをします。いやー天気がね非常に良くなって、もうね公園に遊びに来られてる方も多いかと思いますが、今ちょっとねお昼、今何時ぐらいだろう、1時半過ぎぐらいなのでちょっとねいつもよりかは少ないかもしれません。はい、ちょっとね公園の中をいつもの通りさっとね抜けていきたいと思います。いやーしかし蒸し暑い、今日はね暑いプラス蒸し暑いね、湿度がかなりあります。子供たちは元気に遊んでいますね。はい、今日もねいつもの遊具の方で遊んでる子供たちでいっぱいです。そしてバーベキューはしてないですがね、ベンチの方でお休みをされている方も多いです。はい、ちょっとジジさんも、いやちょっと体が調子がねいまいちなので今日は遊具で遊ばないでそのままねすっと抜けていく感じにしたいと思います。いや今日も滑り台はすごく人気のようですね。はい、それでは散歩道に戻っていきましょう。今日はこの時間釣り人はね、出てないですね。もう出ているのは子供たちだけですね。はい、あと今日はやたらレジャーボートが多いですね。やはり天気がいいからなんでしょうか。はい、レジャーボートが多いです。それではいつもの通り、向こうのね海浜公園の方へ向かっていきたいと思います。さあどうでしょう、海ね結構汚れてるでしょ。なんかバイクのタイヤみたいなのも浮いてるしね、あれバイクかな、軽自動車のタイヤかな。結構ペットボトルとかねやっぱゴミ系のものが流されてきてますね。いや悲しい状態になっております。はい、それでは海浜公園の方を向かいます。さあ海浜公園の中へ入ってきましたが、ここへ来るまでにちょっと気づきまして、レンズのね、保護フィルム、これあの工場出荷時の保護フィルムね、開封した時に貼ってあるやつ剥がしたんですけども、実は、さっきまでねさらにもう1枚レンズにね保護フィルム、これが貼ってありまして、これも工場出荷用のフィルムでね、レンズをね、キュッ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 磨いてたらねどん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 なんか傷が深くなって取れないんで、おかしいなと思っていたら保護フィルムだったということで、もしかしたら、ここに来るまでのね映像結構汚い映像になってたかもしれません。はい、ということでこっからがちゃんとしたね、レンズの保護フィルムを撮った状態での撮影ということになります。はい、それではまたね、展望台の方へ上がっていきたいと思います。さあ折り返し地点の展望台の方へ上がってまいりました。はい、階段手ぶれ補正どんな感じだったでしょうか。はい、今日はね結構晴れているので木々もね
青々と映ってるんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしょうかね。青色、茶色、どんな風な映像に映っているでしょうか。はい、いや息切れするな。しかし暑い、蒸し暑い。はい、それではまたね、いつもの通り桜の並木のね、道を通って藤棚のある展望をね、丘の方へ行ってみたいと思います。はい、どうもジジさんです。お久しぶりです。ずっと雨続きでなかなかお散歩に出れなかったり、コロナワクチンの副反応でちょっとね、ダウンしておりました。ワクチンでね死亡されてる方もおられるみたいですけども、なんだかわかるような気がします。まあジジさんちょっとひどくてね、まあ倦怠感もなかなかまだ取れずに、そして、ワクチンをね打った注射した腕の方もパンパンに腫れ上がりまして、でまあもう1週間以上も経ってますけども、そこのね傷口からなんかアレルギー的なね反応がまた出てきたりと、あとはちょっと、右半身ね、上半身下半身がまだねちょっとしびれが取れてないというね、そんな副反応の副作用といいますか、ワクチン接種のね影響が体にまだ残っております。はい、まあそれはちょっとさておきまして、今日はねもう持ち出しているこのカメラ、サムネイルでお分かりの通り、XTU の S3 というモデルです。ジジさん従来ね X1 というね、まあ、XTU MAX と呼んでた機種をね、持ってお散歩しておりましたが、これは S3 というねモデルになります。最近、Amazon Japan でね発売されるようになりました。 S3 ということで S1、S2 があったのかどうかジジさんよくわかんないですけどね、X1 の廉価版っていう言い方がいいのかな。はい、ちょっと価格がね、かなりお安くなったバージョンということで、購入をしてみました。はい、X1 とのね、比較動画とかね、あとブレイブ 7LE とかの比較動画はまたちょっとねおいおい、また天気と体調を見ながら作成したいと思います。今日はもう届いていたのはねだいぶ前なんですけども、今朝ねポコッと開封して、簡単な設定をして今もういきなし、ここでね持ち歩いて撮影をしております。今日の設定は 4K30fps です。まあなんせこの内蔵マイクで収音ができるようにね、音声だけは間違いないように、マイクをねオンにするという形で、なんとかね、持ち出しております。はい、でですね、まあざっくりね X1 との違い、これを言いますと、 X1 はね 4K60fps まで撮れてたんですけども、この S3 はね 4K30fps が最大になっております。あとその下の段階はねちょっとどこまで違うかまでは比較できてないんですが、おいおいねメニューの違いなんかもちょっとね比較したいと思います。まあ、ざっくり、今朝ね設定するときに、まあ、若干 X1 とね見え方が違うかなというところを発見しました。でそれはなぜ起きているかというとですね、ちょっとフィーチャーがね X1 から変わっているところがあります。 X1 になかったねフィーチャーが今回、追加されております。でそれは何かというとね、まあ一つはね顔認識機能、まあ今ジジさんこれ撮ってる時もね画面では確認できてますけども、顔認識をねしてくれるようになりました。黄色い四角いね枠が出てきまして、しっかりとジジさんの顔ね、捉えております。ジジさんが動くと四角も動くということで、これがねこの AI の顔認識機能ね、これが追加されました。はい、これによってね、より、こう美しく撮れるという機能らしいですが、まあ顔認識ねあると便利ですよね。はい、それからもう一つ大きなフィーチャー、これはね、クイックビデオというね、メニューが追加されております。これは何かというとね、
カラスがすごいね、カラスが。これ何かと言いますとね、まあ、大概のアクションカメラっていうのは、電源を入れて、レックボタンを押さないとね、この録画、収録がね、始まりません。まあ、これ一般的ですよね。ところが、このクイックビデオというね、モードがありまして、それを、まあ、有効にしておきますと、電源を押して、立ち上がったところからね、もう録画がね、開始されるということで、いちいちこのね、レックボタンを押さなくていいんですよね。なので、取り逃しがないということで、結構これね、便利に使えるんじゃないかなと思います。まあ、電源、バッテリーをね、こうセーブするのに、切って立ち上げて、切って立ち上げてみたいなね、感じで使われているような方は、こういうクイックビデオなんかのね、フィーチャーは結構助かるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな感じでね、まだ深くは見れてないですけども、おいおいね、X1 と S3 の違いなんか、これも比較動画をね、作っていきたいと思います。はい、それでは、藤棚近くのね、なんだっけ、展望台の方へ着きましたので、そっちの方へね、上がっていきたいと思います。さあ、ツツジの迷路の藤棚のあるね、ところ、ここに着きましたが、さあ、どうでしょうね、この緑色の生え具合。まあ、X1 とね、横並びで撮ってないんで、なんとも言えないんで、まあ、かえってちょっとね、ジジさん、編集が楽しみですが、青色の生え具合、そしてこの道のね、なんていうのかな、まあ、茶色に近いこの色、ね、この辺の色具合なんかもね、ちょっと参考にしていただければと思います。はい、まあ、手ブレ補正の方がね、X1 のスーパー手ブレ補正がね、この S3 にはないということで、まあ、標準の EIS で、まあ、どこまで勝負できるのかというところもね、今後、例えばブレイブ 7LE なんかとね、ちょっと比較をしてみたいなというふうに思います。はい。それでは、はい。藤棚の方へ上がっていきたいと思います。さあ、藤棚の方へ上がってきましたが、はい、今日は誰もいませんね。はい、いません。なのでちょっとここで休憩をね、いつもの通りして、また海の方へね、出かけていきたいと思います。はい、展望台かなりね、風が出てますが、今ちょっとね、デジタルズームで最大にしておりますが、はい、あちらのね、海の方へ、埠頭の方へ行きたいと思いますが、手前のね、プールのところでなんか競泳をやってるみたいですね。はい、なんかね、すごい盛り上がってます。音楽もね、かかってます。ちょっとあんまりこれどうかな、音楽著作権に引っかかるようだったらちょっとカットしなきゃいけないけどね。はい、もうすぐね、海っていうか、海じゃないわ、プールね、近いということでね、開園が近いということで、準備もね、いろいろ整っているみたいです。さあ、埠頭の方へやってきましたが、いや、ここもやはりかなり結構海が汚れてますね。見えますかね。いや、ちょっと風がきついからジジさんの声入ってるでしょうか。結構ね、ここも藁のような、なんかね、感じで海が結構汚れております。そして反対側はこっちも結構濁ってますね。波が立ってるのはおそらく船が行った後じゃないかなと思いますが、はい、こんな感じです。山際結構大きな入道雲が黙々と出ているのが見えるでしょうか。はい、こんな感じで山際は結構ね、雲がたくさんあります。そして海の方ですけども、結構沖の方はね、雲が厚いですね。はい、淡路島はちょっとね、うっすらガスってますけども、まだ見えます。そしてジジさんの肉眼では赤潮橋くっきり見えてるんですが、いかがでしょうか。はい、今日もたくさんの釣り人が埠頭で釣りをしております。そして、沖の方ではジェットボートなんかもね、やってる人がおります。
はい、今日は浜風がきついです。さすがに、雨降りの後なんでね、結構こういった浜風が吹いておりますが、風切り音ね、どんな感じでしょうかね。はい、XTU X1 MAX と比べてね、どんな感じなんでしょうか。この辺も追ってね、前も言いましたけども、比較動画なんかもね、チャンスがあれば作っていきたいと思います。はい、まあ、ジジさん今日これザクッと使ってみた感じでは、まあ、この S3 お散歩動画にね、十分使える XTU X1 ほどではないかもしれないけど、まあ、ブレイブ 7LE と同等ぐらいで使えるんじゃないかなという手応えなんですけども、を変えてね、編集するのが楽しみです。さあ、今日は XTU S3 を持ってですね、まあ、ざっくりお散歩動画を撮影してみました。まあ、ざっくりって言ってもいつもとそんな変わんないんだけどね。はい、どんな風に撮れてたのか、この後ね、お家に帰って編集するのが楽しみです。まあ、こんな感じで、天気がいい日、そして、体調がいい日はね、土日、主に土日にこうやってお散歩動画をね、撮影して配信しておりますので、またちょっと気になった方はジジさんのこのチャンネルに遊びに来てみてください。まあ、今回は S3 ということで、新たなお散歩の相棒ということでご紹介しましたけども、まあ、これ以外にもね、 X1XTU X1 アカソの製品もブレイブ 7LE だとかね、プロ 50SE だとかね、ブレイブ7だとかいうね、いろんなアクションアイテムを持っておりますので、まあ、そんなのをね、持って歩きながらお散歩をしております。興味ある方ね、また遊びに来てください。それではまた次回のお散歩でお会いしましょう。それじゃあまた。